ジションがランタンタンとこう転換していくので次の用意がすごく大変な曲ですね。だからあんまりめちゃくちゃ早いとなんかその次の用意の仕方がすごく慌てて聞こえちゃうんで、だからまあ今のテンポがマックスぐらいかな、あんまり早くなくてもいいと思います。これはね一人でまあ最終的には弾くんですけど、僕は思いますけどこれ最低でも連弾、それからもしできたらですねもっと人数の多いアンサンブルの本来は曲だと思います。それでちょっと今からね初めてなんですけど恵子先生やってみたいと思うんだけど、恵子先生ね上の段、はい、まあもちろん片手で弾いてもいいし両手使ってもいいんで最初の8小節間よく弾いて、で僕はね下でね両手使ってですねなるべくこの両手の中で要するに2人かで弾いてるようなつもりでちょっとアンサンブルしてみよう。ワン、ツー。